ということで、前回のあらすじとしてはこれですね。大勢が目覚めたところから始まり、場所なんて言うんだっけ、画大寮に入ってきたと。で、鍵を2個集めたので、この先に進みましょうというところですね。行きましょう。青い鍵と赤い鍵。なぜか赤い鍵2本手に入ったんだよね。なんでやろうね。うん、シャリーンと。オープン。ちょっとゲーム BGM でかいか。うん、いくぜー。で、あ、そうそう、チョハッカイと、なんだっけこの男の子の名前、名前忘れちゃったまあそのうち出てくるでしょう。で、確か土地神様がもう一人いたはずなんだよね。セミ、途中かそう。なんかある。これこっち行けるんじゃない？お、ちょうどぴったり数があった。おお、またもんがあるぞ。大勢、そういえばまだ鍵余ってるよね。うん、鍵は余ってる。だから行ける。今ね、甘いものがなんか食べたかったんだけど、お菓子なくってさ、紅茶に蜂蜜とクリーム入れて飲んでるんだよね。うまいお、お宝だ。ここロード入るここロード入るの。パンチパンチフリー、よいしょ。これもお宝？金庫、まあこれ経験値みたいな感じかな。うんうん、よいしょ、買った。 OK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 。 これもなんかこうするよね、きっと。こんだけかな、まあ、ちょっと経験値とかがいっぱいもらえたかなぐらい。あとは、土地神様もう一人どっかにいるはずなんだよな。なんかいかにもボスっぽくない？まだ一人いる。まあ、回復アイテムはそれなりにもう持ってるし、そうそう、一度だけ蘇生できるアイテムは持ってるから、これ何なんだろう。鎮中石。アイテムはまだ大丈夫かな。どっかにいるはず。そしてあそこになんかある。え、なんかゴーレムみたいのいるんだけど。ピンガン。いないかな。あ、ボスっぽい。ここが山の頂上か。ん？強敵はいなかったか。いたら俺が倒してやったのに。大勢、あそこにお札があるよ。うおいかにも、いかにものやつが出てきたよ。もう完全にゴーレム。だったらなんだ。おお、ボスかな。あ、ボスっぽい。おい、木簡にあった山神じゃないか。木簡にあった山神。確か頭が弱点だ。頭が弱点。ちょ、まずい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 、絶対まずい、絶対まずい、絶対まずい。え、爆損した。爆損した。あ、でもなんか、これっぽくない？おいひょ。
ああ、なるほどなるほど。あ、背中に、背中にあるけど届かないよ、あんなところ。あんなとこどうやって届く、どうやっても届かないね。なんか使えるものないかな。石はあるけど、石を持って狙いを定める。あ、殴ったりとかできるっちゃできるけど痛い。意外にも受け身は簡単に取れる。投げる。あ、全然効かないこれ。それはやばいんじゃないの。よいしょ。宇宙コンボは4回か。お、飛びつく。連打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 。1回で剥がせるかな。これやばいんじゃない。絶対やばいよねこれ。うーい、痛っ、痛っ、やばいやばいやばい、さすがにやばい。痛かった。3発目を、3発目はあれにした方がよさげ。よいしょ。こんな石ころ投げても食らってる気がしない。ええー、何何、謎の判定すぎない、それは。うん、よいしょ。足抜けろ。オッケーオッケーオッケー、危ねえ。無敵時間が意外に長い。うん、これは危ない。よいしょ。死ぬ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 、さすがに死ぬ。これ真ん中真ん中。あ、壊した。すごく効いているぞ。すごく効いてる。オッケーオッケーオッケー、飛びつけ。殴れ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 、叩け叩け。あ、銃剥がす。これでいいんじゃない。覚醒の札、よーし。ゴロ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 と。オッケー。お、また解放。よーし、オッケーオッケーオッケー。これでボス倒したから新しい能力が手に入るんじゃない。また1個消えた。1個どころじゃなくない？だいぶ消えなかった。おお、2個増えた。キリン脚、前方に怒涛の連続攻撃、砲力消費大、攻撃力中。鉄心、体毛を針状の矢に変形させる。おお、体毛。大勢、大丈夫？大丈夫だ。少しずつ力が戻ってる。本当に？功を積んだおかげだね。さっきのやつはそんな悪そうに見えなかったけどな。まあ確かにね。標的はお前が倒すんじゃなかったのか？喧嘩しないで、桟橋の町に向かおうよ。どういう効果だろう。防火、防火が解放された。防火は紫、紺の紫を入手すると活動、一時的に攻撃力が大きく上昇しますが、砲術の使用など一部行動が制限される。暴走するってこと。これは山神の核。へえ、暴走なんてできるんだ。え、これでも取ると勝手にやっちゃう感じかな。え、てか待って、土地神いなくね。土地神いた。あれ、俺本当に土地神どっか逃しちゃったかな。で、ちょっと回復増やしとこう。4個ぐらい増やして、ノーゼンカグラカズラがもう1個あれば、4個ぐらい取って2個ぐらい増やしとこう。
ッケーオッケー。土地神いなかったんだけど。砲術強化で、じゃあこれすぐ両方使えそうだから取っとくか。おー、これね、麒麟脚、鉄心、ちょっと気力します。これはどういう感じなんだろうな。使ってみよう。麒麟脚、はい。あ、完全にオートでやってくれる感じか。で、鉄心。お、なにこれ。あ、で一定時間で戻るんで回復するんだ。え、これ強くない？優秀な遠距離攻撃じゃん。あ、なるほどね、これはいいかもしれない。時間内だったら何度でも使える感じか。4個作るから自動的に、なんつう、4個作って、その4個だけじゃなくて自動的に時間内だったら何発でも撃てますよってことか。これで山は越えられそうだな。トリカブト、おい。おい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 、猛毒だぞ。さすがにやばいんじゃない、トリカブトは。あ、なんか町出てきた。町っていうか村だけど、おっきめの村に出たよ。